皆さんこんにちは。陸上競技選手の田中希実さん、陸上女子で2021年東京五輪の 1500m で8位入賞し話題となりましたね。都内で記者会見を行い、スポーツ用品メーカーのニューバランスと新たに所属契約を結び、プロ転向することを発表しました。なぜ所属企業を変えたのでしょうか。他にも大谷翔平さんとの関係、国籍、家族、生い立ち、彼氏など様々な噂がありました。今回はその真相について調査してまいりましたのでお伝えいたします。まずは田中希実さんのプロフィールから見ていきましょう。田中希実さんは1999年9月4日生まれの23歳、兵庫県小野市大島町出身。身長153センチ、体重41キロ。兵庫県立三木東高等学校陸上競技部出身である。父の田中勝利さんがコーチとなり、中学校から陸上競技を始めた田中さん、小学生時代は父親や母親の大会について行ったり、ランニングイベントや練習会でランナーのサポートなどを楽しんでいたようです。当時は本が好きで、本に出てくる外国のマラソン大会に父親が参加していることを知り、自身もいろいろな国の大会に参加してみたいという気持ちを強くなったとのこと。小学校6年生の時に父親の大会に同行し、 2km と 4km があるキッズの部に参加、見事に優勝します。それをきっかけに走る楽しさにはまっていきました。中学に入り本格的に陸上を始めた田中さん、2013年中2で全国女子駅伝に兵庫県代表として出場し、8区区間賞を獲得します。チームは6位入賞。翌2014年も8区を走り区間賞を獲得、チームは3位入賞でした。2015年、兵庫県立西脇工業高等学校に進み、多くの全国大会に出場。国民体育大会では高1の時、70回大会で少年 B1500m で優勝しました。以降71回大会では少年 A3000m で2位、72回大会では少年 A3000m で優勝。全国高校駅伝にも3年連続で出場し1区を走っています。その後も活躍を続け、2020年8月23日セイコーゴールデングランプリの女子 1500m で、小林百合子さんが2006年に出した4分7秒86の記録を14年ぶりに更新。2021年7月10日北連ディスタンスチャレンジ2021第3戦網走大会では、女子 3000m で自身が前年7月に出した日本記録を更新して、8分40秒84の日本新記録を樹立しました。同年の東京オリンピックには陸上女子 1500m と 5000m の日本代表として出場。オリンピックの女子 1500m の日本選手出場は浦部蘭選手とともに初の快挙でした。2021年8月20日東京オリンピック後の初レースとなるミドルディスタンスサーキット大阪大会女子 1000m で2分37秒72の日本新記録を出します。その翌年2022年4月1日にトヨタ自動織機に入社。同年6月日本陸上競技選手権 1500m にて優勝し、世界陸上日本代表に内定します。北連ディスタンスチャレンジ2022の女子 1000m では自己の持つ日本記録を更新し、2分37秒33で優勝と順調に記録を更新。ところが2023年3月31日トヨタ自動織機を退社。同年4月よりニューバランス所属のプロアスリートに転向しました。プロに転向する理由は決定的なことがあったわけではない、本当に積み重なってきた自分自身へのフラストレーションがちょっと爆発したみたいな部分が大きいと説明。さらに去年の春ぐらいからいろんなものに挑戦したんですけど、挑戦したいと思っていた気持ちさえも萎えてしまうぐらいしんどい思いの方が大きくなっていた、自分のしたいことがだんだんわからなくなってきていた部分があったと心境を明かしました。結論は3月中旬に出したとのこと。今までの環境を根っこから変えたいという思いから決断に至ったそうです。今後について、やっぱり世界のトップで戦いたいっていうのが一番の目標とも語っていた田中さん、これだけ記録を更新し続けられるのは向上心が非常に高いからのようですね。
また、ニューバランスといえば、1月末に野球の大谷翔平選手と長期契約を結んだと発表したことでも有名。大谷翔平選手について聞かれると、彼の取り組む姿勢は本当にいろんな人に刺激を与えているし、私自身もアスリートの形として理想だなと常々思っていた。アスリートとしてとても尊敬している選手です。と目を輝かせていました。同じ現役で活躍している者同士、刺激を受ける部分があるのでしょうね。田中さんの父親は、陸上競技部出身である田中勝俊さん。兵庫県小野市で、アスレックというランニングクラブを運営しながら、現在ものぞみさんのコーチをしています。勝俊さんは1993年の福岡マラソンにも参加され、45位の成績。陸上競技に関して、親子で結構ぶつかり喧嘩するそうですが、普段はリビングで一家団らんの時間を作り、休日は2人で博物館や美術館に出かけるほど仲が良いそうです。だから現在も娘さんのコーチをしているのでしょうね。実はお母さんの田中千尋さんも元女子マラソン界で有名な方でした。千尋さんは中学から陸上を始め、兵庫県小野高校では兵庫県高校対抗駅伝で3年連続アンカーを務めています。また都道府県対抗駅伝の代表にも選ばれていました。1997年の北海道マラソンで市民ランナーとして優勝します。2003年にも北海道マラソンで優勝。日本人女性としては初めての2度目の優勝を飾るほどの実力者で、現在も勝俊さんと一緒に陸上の楽しさを伝えるためチートレとして様々な練習会やイベントを行っています。さらに妹田中乃愛さんは西脇高校3年生で陸上部、高校から本格的に陸上を始めたようです。こうして陸上に縁がある田中家ですが、国籍が日本ではないのではないかという噂もあります。この噂が出たきっかけは、田中さんがハーフに見えるからでした。ですが、前述した父、勝俊さんも母、千尋さんも日本人です。よって田中さんはハーフではなく生粋の日本人です。ハーフに見えるという噂が出たのは、顔の彫りが少し深くて鼻筋が高くて綺麗だからなのではないでしょうか。また、U20 世界選手権で金メダルを獲得しており、海外選手に負けない走りをしているので、それもハーフと間違われた理由かもしれませんね。田中さんは現在23歳、彼氏がいてもおかしくない年齢ですよね。実際田中さんに彼氏はいるのでしょうか。男性との噂などを調査してみましたが、特に情報はありませんでした。彼氏がいてもおかしくない年齢とはいえ、まだ20代前半、プロのアスリートへ転向したばかりですし、今は恋愛より陸上に力を入れたいのかもしれませんね。今はプロとしてさらに成長していく大事な時期ですので、本人的には恋愛をしている余裕もないのかもしれません。それに父の勝俊さんがコーチをしているということもあり、ガードが固い可能性もありますね。勝俊さんとしても、娘がアスリートとして大事な時期に彼氏ができたなんて知ったら交際を反対してしまうかもしれません。彼氏ができるのはもう少し先になりそうですね。とは言っても男性と知り合う機会はあります。交際はしていなくても気になっている人はいるかもしれません。今回は田中希実さんの所属企業を変えた理由、大谷翔平さんとの関係、国籍、家族や生い立ち、彼氏の噂などをお伝えいたしました。今後も活躍してくれそうですね。また新記録を残してくれるでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してもらえると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。